年連続1位取られるってことは、3年間ずっとこのフットボールアワーの岩尾さんはこのテレビで活躍されてるってことですからね。毎年毎年、いや、岩尾よりもこの方、こいつの方がブサイクだろうっていうふうに思う人いるんですけども、その人がランキング1位になっても、次の年にはトップ10にも入ってないとかってあるので、そういった意味では、3年連続で吉本ブサイクランキング1位取れたっていうのは有名っていうことですよね。活躍されてるということで、すごいと思います。フットボールアワーの岩尾さんが41歳です。そして、女優の藤崎菜々子さん、38歳。藤崎菜々子さん、ドラマとかでも結構ちょいちょい、出てるんですけども、私の中で印象が強いのが、ロンドンブーツ1号2号の、名字なんでしたっけ、あつしさん、論文のあつしさんの元カノってイメージがとっても強いですね。ロンハーっていう番組の中で、あつしが、この藤崎菜々子が元カノですっていうふうに暴露して、それからすごく藤崎菜々子さんが有名になってる気がするけども、その前も、もちろん有名でしたけども、藤崎菜々子さん38歳です。そして、こちらは、アイドルじゃないの、グラビアアイドルの佐藤恵理子さん。佐藤恵理っていう名前で結構皆さん親しまれてましたね。34歳です。佐藤恵理ちゃん、私、出てきた時に、ものすごい衝撃的で、あまりにも綺麗で。私、ああいう顔すごく好きなんですけども、ああいう顔っていうか、スタイルももうバッチシじゃないですか。色も白くて、スタイルもバッチシで、顔も好きなんですけども、何が一番好きっていうのは、ちょっとね、生意気なところかなっていう、もう、この、前へ前へっていう、この、努力が私すごく好きなんですけども、そういった意味ですごく佐藤恵理ちゃん好きでした。34歳です。そして、TRF。皆さんご存知ですかね。10代、20代の子とかって、わかるのかな。TRF の、リードボーカル、ゆうきさんがお誕生日です。49歳ですね。本名、北村ゆうき。本名、北村ゆうきの名前から取ってゆうきだそうですね。TRF はもう全盛期の人は、ものすごい、カラオケでも歌ったと思うし、私なんかもしょっちゅう歌いましたけども。今日ね、TRF のゆうきさんがお誕生日ということで、カラオケなんぞで歌ってみるのもいいと思うんですけども、私今日歌ってみようかなって、こんなガラガラ声で、と思いますけども、今日のハッピーバースデーでした。では早速一曲聴いてもらいましょう。TRF で寒い夜だから。なんで、
さてさて皆様、12月19日月曜日午後1時17分になりました。あれ、なんかこれ被ってないですか？大丈夫ですか？聞こえてます？なんか2回被ってません？被ってますよね、うん、あの声が被ってるけど大丈夫かな？被ってますね。声が2回被ってるんですけど、これスピーカーだけ、スピーカーでなくてあれだけかな、ヘッドフォンだけかな。皆さんが聞いてる分には大丈夫ですかね。あれやっぱりヘッドホンだけかな。ごめんなさいね皆さん、すいません。みんなはどうやって聞こえてるんですか？ヘッドホンからだと声が 2回聞こえてきますよね。2回聞こえてきます、うん、同じ声が。みんなはどんなですか？すいません、ですね、大丈夫かな。あ、大丈夫です、治りました。あ、ダメだな、うん、どんなかな、すいません本当に、うん、ちょっと治るまで曲聴いてもらえます？あ、治ったかな。あ、治りました、平気です。あ、治りましたありがとうございます。今ね一生懸命ディレクターさんがやってくれました必死になってありがとうございます。ではですね、今日は、あ、そう、何を言うか真っ白になっちゃった。はい、12月19日月曜日午後1時、19分になります。さて、次のコーナー行きましょうかね。あの店、この店、チャービラータイ。沖縄在住8年目のミスチーが、内地目線で気になったお店や、素敵だなと思ったお店を厳選して、沖縄県内のあらゆる業種の店を紹介したいと思います。さて、今日のゲストを早速、ご紹介しましょう。ファーストストリートデザインより、プロデューサーの富山陽子さんです。はい、こんにちは。富山さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。富山ですって言ってみてください。富山です。ありがとうございます。ちゃんと聞こえてます。よかったです。ありがとうございます。このファーストストリートデザイン、はい、株式会社富山さん、プロデューサーということなんですけども、はい、この会社は、どういう感じの、やられてるんですか、会社としては。はい、実はまだ11月に立ち上げたばかりの会社なんですけど、はい、もともとはハウスホテルっていう一軒家とか雑居ビルの一室をホテルにして、はいはい、まあ、コンドミニアム形式で貸し出すハウスホテルの事業をやっています。それは、去年の9月ぐらいからやってるんですけど、はい、今回そのデザインプロデュースの事業を、立ち上げて11月からファーストストリートデザインとして活動してます。はい、で、はい、プロデュースの方は、まあ、デザインプロデュースなのでハウスホテルの一室とかテナントビル のリノベーションをしてデザインでこう価値を上げて、いい感じのビルにしていくとかっていう、すごいですね。この11月に立ち上げたって聞いたんですけど、はい、この元々は、ファーストストリートデザインっていうのは違う、県外にあったりとかじゃなくて沖縄で初めて立ち上げたっていうことですかね。元々は、はい、県外の方に、設計事務所が親会社としてあって、そこと一緒にやらせてもらってたんですけど、はい、今回改めてハウスホテルとデザインプロデュース事業を、自分たちでやっていこうということで、それで沖縄に、はい、沖縄の立ち上げたと。そうですね。これはちょっとどうして沖縄だったんですか？そうですね、もともとその本社の方は東京にあるんですけど、はい、沖縄でホテルの設計などをやっていて、で、なるほど、はい、で私たち自身は設計はやらないんですけど、はい、ちょっとセカンドラインみたいな形で結構本社の方でやってるものがラグジュアリーなホテルだったりとか、結構大きなホテルが多いので、もう少し違 こうカジュアルで、もっとラフなホテルやっていこうっていうことで、最初に去年の9月に立ち上げたっていうのがきっかけです。で、もともと私も沖縄出身なので。なるほど、はい、そういうことですね。それで、はい、あ、じゃあ戻ってきたって形になります、富山さんは。はい、私 U ターン組です。その9月に立ち上げようってなるまで東京にいて、
そうですね、それももうちょっと前から東京には沖縄には戻ってきてたんですけど、今回ご縁があって、はい、すごい嬉しいですね。あの地元で、はい、沖縄っていう地元で自分でこの会社ができるっていうのは嬉しいですよね、うん、そうですね、本当にね、はい、すごいな。で11月にこのファーストストリートデザインを立ち上げたっていう、うん、ちなみにこう何人ぐらいで最初は、最初というか今現在だと思うんですけど、はい、実は、私ともう一人女性2人でやっていて、わ素晴らしい、私絶対応援したいです、はい、ありがとうございます。私もあの松山で、自分のお店やってるんですけども、一人でやってるんですよ。なのでこの女性が、頑張ってるっていうのはすごく応援したいなと思うんですけども、ありがとうございます。これはちょっと今後この女子会的なものをね、そうですね、なんか名前を決めて、この女子たちが頑張ってる人たちはどんどん集めて、沖縄でいうモアじゃないですけども、情報交換的な感じでね、はい、異業種会みたいな感じで立ち上げましょうか。やりましょう。ぜひやりたいですね。はい、お酒は好きですか？あ、好きですね。私も大好きです。じゃあ今度飲みましょう、本当に。ぜひぜひ。はい。で、ファーストストリートデザインのプロデューサー、富山さんが今日ゲストに来てもらっています。さて、皆さん今日はですね、沖江通り沿いを歩いている方は、皆さんさりげなく、なんとなく気づいていると思うんですけども、あがりえメガネさんの隣にできた、ハチノスというこのテナントビル、皆さん分かりますかね。ハチノスっていう名前を聞いてすぐあのイメージがつくと思うんですが、そのハチノスのこのデザインというか手掛けたのが今回ゲストに来てくれている富山さんなんですけども、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。私も先ほど打ち合わせの時言ったんですけども、本当にハチノスですよね。あの作ってる最中にまだハチノスっていう看板がつく前に、なんか作ってるの見て、ああなんかすごい木のぬくもりが素敵でハチノスっぽいなーっていうふうに思ってたら、本当にハチノスでした、お名前が。ありがとうございます。もうイメージ通りというか、多分私が今ラジオを聞いて、あのハチノスっていうふうにイメージしてる方もいると思うんですけど、その方たちがその沖江通り沿いのあがりえメガネの隣に行った時に、あーって、もうすぐね、すぐ分かると思います、本当に。そしてまたこの、びっくりしたんですけど、杉の木を使った、また高級な木をお使いになられて、そうなんです、全面杉板張りにしてみました。すごいですよね。この思わず匂いを嗅ぎたくなりますけども、結構あの近寄って花をくっつけてる方とかいますね、やっぱり、やっぱり、あの高級感が漂うのがすごく分かるので、多分この匂いするだろうなっていうふうに思って皆さん匂いを嗅ぐと思うんですけども、普通ビルに近寄って匂いを嗅ぐ人いないですよ。そうですね、私も初めて見た時ちょっとびっくりしたんですけど、そうですよね、何回か見かけました。本当、やっぱさすがだな。だってすごい、もう本当にもう、杉の木っていうのは私ちょっと木が詳しくなくて分からなかったんですけど、あ、絶対この木高級だし、あの絶対匂うだろうなっていうのがすぐ分かったので、さすがに一人で散歩の最中は匂えなかったんですけど、後で匂いに行ってみます。ぜひ匂いを鍵に、その蜂の巣が、なんと今日、お披露目会ということで伺ったんですけども、そちらの、告知に今日来ていただきました、富山さんに、ありがとうございます。今日12月19日月曜日の、あがりえメガネの隣沖江通り沿いの蜂の巣の、お披露目会、夜の7時から約2時間、10時までということなんですが、私これ今手元の資料を見てびっくりしてるんですけど、なんと参加費無料、もう一回言っていいですか、参加費無料、びっくりしました。しかも皆さん、参加費無料だけども、どうせ私はどうせ僕はいけないんでしょと思いでしょ、これまた違うんです。なんとですね、どなたでも、どなたでも参加できるということで、これまたなんでどなたでも参加できて、どなたでも無料っていうのをやってくれたんですか。まずこの蜂の巣のビル自体を、沖江通りってなかなかその今まであまりこう、私も地元の人間なんですけど、目立つものがあまりないかなっていうような印象があって、まずはその沖江通りに来てもらって、この蜂の巣っていうビルを知ってもらって、で私たちの活動も知ってもらいたいなというのがあって、今回はレセプションパーティーという形でご招待をさせていただいてます。なるほど、この蜂の巣のこのお披露目会、兼で、あのレセプションパーティーで、このどなたでも参加できるという、どなたでも参加できるプラス無料っていうのを、これ皆さん今日月曜日ですよね、月曜日ですけども、だいたいこのちょっと仕事帰りに夜の7時からやってますので、仕事帰りに、しかも軽食付き、
はい、もちろんアルコールと軽食ご用意してますと、はい、そんな、ね、来ていただいた方にねプラーッと見るだけじゃ終わらせないですよね、はい、いや素晴らしいですね。あの仕事帰りにちょっとあのお酒飲みたいなという方がおりましたら、それプラス沖江通り沿いの、ね、活性化のためにも、はい、うん、ぜひこの蜂の巣気になっている方がいましたら、うん、あのぜひ皆さん来ていただきたいです。はい、はい、ということで12月19日今日本日ですね、夜7時から、蜂の巣にて、行われるイベントが無料兼どなたでも来れるということなので、はいはい、ちょっと詳しくはまた後半に、お話を伺いたいと思いますので、はい、その前に、コマーシャルを聞いてください。12月19日月曜日午後1時半を回りました。ミスチーテターヤが沖江通り FM 那覇沖江通りスタジオより生放送でお送りしています。皆さんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはターヤがアットマーク FM 那覇 .jp、 ターヤがアットマーク FM 那覇 .jp、 熱い熱いメッセージをお待ちしてます。さて今日はゲストを迎えしています。ファーストストリートデザインのプロデューサー富山陽子さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、沖江通り沿いに今日からあの新しくお披露目する蜂の巣というテナントビルの紹介なんですけども、ミッチちょっと気になったのがですね、この前をよく散歩してて思ったんですけど、この1階ってないですよね、うん、はい、あれは1階ではなくてどういう風になってるんですか。はい、そうですね、ビルの作り自体が、はい、地下1階と中2階、はい、なので1階フロアっていうのがなくてですね。おー、なるほど、はい、もともとあの、うん、メンズヤギさんのビルで、はい、あのショーケースとかがメンズヤギね、はい、分かりました分かりました、はい、あったんですけど、はい、はい、なるほどなるほど、メンズヤギさんのビルの内装をとあとそのまま使ってはい、っていう形でやってるんですよね。はい、そっかそっか、今この手元の資料の写真を見るとこの地下1階の部分も、うん、あの窓があって見えてる感じ、これ窓じゃないのかな、入り口が地下1階は入り口が、
これ窓みたいな形で。なるほど、なるほど。これ入り口なんですね。失礼しました。で、中2階に行くのに階段をちょっと登っていくっていう形ですよね。そうですね。ねえ。地下1階、中2階、はい、どちらも道路からすぐ階段をちょっと半分降りてすぐ入れるような、うん、まあ、路面店に近いような作りにはなってるんですけど、その通りですね、本当に、うん、はい、だいたいテナントビルとかって1階は1階しかこの見えないじゃないですか、うん、でもこの作りだと地下1階と中2階が通り沿いから見える、そして通り沿いから入れるっていうのはすごいアイデアですよね。そうですね、言われてみたらね、はい、2回お得みたいな感じ。そうそうそう、その通り、その通りです本当に。ああ、なるほど、そういうのがあるんですね、はい、ああ素晴らしいですね。そしてですね、6階建てのデザイン、ビルで、今のところ埋まってる店舗が、はい、2店舗あるんでしたっけ、はい、ちなみに何階と何階が2店舗決まってるんですか。こちらが今4階と5階がテナントさんが決まっていて、はい、それ以外の、テナントさんは募集中です。おー、なるほど、はい、ちなみに4階と5階って珍しいですね。私てっきり 中2階と地下1階に来るかなと思ったんですけども、はい、4階5階って。そうですね、うん、まあ、おそらく眺めが全面窓になっているので。なるほど、なるほど、はい、そういうことですね、はい、全面ガラスどころじゃないですよね。もうガラスですよね。そうですね。本当に通り、沖江通り沿いのから見えるところってのは全部窓ガラスですね。そうですね、これすごい綺麗ですよね、うんうん、あそこを取ったってことですね。あ、なるほどね、そっかそっか。でちなみに先ほど聞いたこの6階建てのうちの6階がこのバーのデザインをこれからで、ね、はい、作るということで。そうですね、はい、通常だとオーナーさんが決まってから、はい、オーナーさんのこう好みに合わせてデザインってするんですけど、うんうん、はい、今回私たちの方ではこのクリエーターさんかっこいいよねっていうクリエーターさんと、この建築のデザインかっこいいよねっていうデザイナーさんの2人を掛け合わせて、もうオーナーさんの要望なしに好きにわがままに作ってもらおうっていうコンセプトで、先にお願いをしたっていう経緯です。でそのデザインを気に入ってくれたオーナーさんにぜひ入ってもらいたいなと思ってます、うんうん、それがちなみにその案が今日のイベントでまた見れるということですよね、はい、そうですね。このちなみに今日のこのお披露目会は何階でやるんですか。お披露目会自体は、2階と3階のフロアと6階のフロアも使ってやりますね。主にお話しさせていただくのは、はい、まあ、ちょっと今回トークショーとかもあるんですけど、はい、2階のフロアになってます。メインフロアは2階っていう、はい、そうですね、その他にも3階と6階もこの見れますよっていう形で、はい、4階と5階はねもう店舗が決まってますので、はい、さすがに入れないですよね。そうなんです。そっかそっか。で6階はこれからバーやりたいなっていう方がもしいましたら、このバーのデザインをこのデザイナーさんが手掛けてくれるので、うん、はい、それを気に入ったらってい う, もう即契約っていう感じですよね。はい、ぜひ。でそのバーのデザイン案が今日見れるということで、はい、このデザイン案も2階で見れるんですか、それとも6階で。2階 で, 2階で今回、はい、発表させていただく形になります。でその発表した後にちょっと見てみたいですって言って6階に移ってお話も聞きながらっていうのもできますよね、はいはい、あそっかそっか。は私が行きたいわ。ぜひ私が行きたいわ。本当に行きたいですね。本当にお店が8時からなので行こうかな、うんうんうん、6時半、はい、あそうですね、6時半がオープンですもんね。そうですね、そうですね。でイベントのスタートが7時からですよね、はい、今日沖江通り沿いに、できましたあがりえメガネの隣八の巣っていうテナントビルのお披露目会が本日、月曜日19日月曜日の夜7時から、イベントがスタートします。で、オープンは6時半からですね。お仕事があるんでもぜひ皆さん寄ってみてください。ちなみに参加費無料、そしてなんといっても誰でも入れるっていうこの魅力的なイベントなかなかないですよね。お披露目会ですので、ちなみに軽食とアルコールが用意されているということで、はい、そして先ほどおっしゃってたこの気になるこのゲストトークがあると伺ったんですが、はい、このゲストトークっていうのはちなみにどなたがいらっしゃるんですか。
はい、今回ですね、はい、石田純一さんと、わあ、誰もが知ってるじゃないですか、石田純一さんなんて。そうなんですよ、ちょっと、はい、そうですね、靴下を履いてくるかなってみんな期待してる。それを言ったらもうさらに分かりますよね。靴下と言ったらもう靴下王子。はい、そうですね、もう王子じゃないな、王様、王様ですね、殿、靴下殿、はい、石田純一さんが今日、はい、ゲストにいらっしゃるということで、はい、これは なぜまた石田純一さんがいらしてくれるんですか。ちょっとですね、社長の、はい、古いご友人 で、 なるほど、やっぱり世界中を旅して回ってる、はい、美食家の方でもいらっしゃるので、社長がですか、石田純一さんが、はい、なので美味しいお店のことだったりとか結構詳しかったりするので、ぜひちょっとそのあたりを話してもらおうかな、はい、楽しそうですね。ちなみにこの石田純一さんのトークの時間って決まってますか。とですね、今、はい、20時過ぎぐらいから、8時過ぎぐらいから、はい、わー、いいな。してます、このタレントの石田純一さんと、またこのトークセッションで、はい、このもう一方ゲストがいらっしゃるらしいんですけど、どなたが。はい、こちらがですね、はい、バカール沖縄さんの、はい、中村大輔さんに、はいはい、今回来ていただいて、まあ、ちょっとイタリアってどちらも美食家で、はい、美味しいもの好きということで、この食についてのトークセッションをお願いしたいなと思ってます。なるほど。このバカールは、雲寺でしたっけ、あ、はい、にある、ピッツェリアで、そうですよね、ピッツァ専門店の、はいはい、行ったことあります。そこのオーナーさんの中村大輔さんと、はい、タレントの内田純一さんが8時ぐらいから、はい、トークセッションするということで、はい、世界の食について、はい、わあ、いいですね。ちなみにこれちょっと聞いていいか分からないんですけど、はい、もし答えられなかったら答えなくていいんですけど、はい、4階と5階は何が入るんです、何屋さんが入るんですか。はい、こちらも今日うん、ご紹介しようと思ってるんですけど、おーおー、はい、4階のお店さんが、はい、メキシカンベースのアメリカンダイナーで、はあ、カフェフェリーツさんで、はい、スペアリブとか、わー、いいですね、肉肉しいお料理とか、沖縄の人大好きじゃないですか、肉肉、肉肉しい、はい、そうですね、うん、肉大好きですよ。はい、4階がメキシカンのカフェ、はい、あ、カフェフェリーツさん、カフェフェリーツだ、はい、もうオープンとか決まってるんですか。蜂の巣で最初にオープンされるのが4階と5階で、おうおうおう、2月末頃を予定してます。あ、はい、結構あっという間ですね、はい、わ、楽しみだな。そして5階が、5階が、今リラックスっていう、はい、お店のお名前決まってるんですけど、 はい、お料理はちょっとこれからっていう形で、まあ、洋風ダイナーっていう、深夜帯まで営業しているようなお店さんが入る予定。そうなんだ、楽しみ。深夜帯まで、はい、沖江通り沿いに深夜までやってるこの飲食店でなかなかないんですよね。1本入るとまたパラダイス通りとか、この1本入ったりすると飲食店さんでね、やってるとこあるんですけど、はい、沖江通り沿いってないですよね。そうなんですよね、うん、そうなんですよ、本当に。アドがすごく嬉しいですね。はい、ディラックスさんはこれからお料理とかも決める、はい、でも洋風だと、はい、ちょっとまだ詳しく聞けてないんですけど、はいはいはい、いいな。で、4階のメキシカンカフェフェリーツさんは、ランチとかもやるのかな。あ、ランチやってくれたら嬉しいな。そうですね、そうですね、ちょっとお願いしてみます。私ランチマニアなんですよ。私、あ、そうなんですか。そう、ランチマニアなので、ランチやってくれたらすごく嬉しいですね。しかもメキシカンって、うん、あんまあります、那覇って。そうですね、近くにボラチョさんがあるんですけど、どっちかというとメキシカンベースではあるんですけど、ちょっとアメリカン寄りのお料理にはなるかなと思うんですけど、はい、なんか私結構メキシカン系のこのアレンジしたのすごい好きなんですけども、わざわざ沖縄市まで食べに行きます、美味しいのありそうですね。あるんですよ。そこに食べに行くんですけども、で、そこのお店の方が、そのカツレンのお店の方がいつも、はい、那覇に、水さん那覇にないんですかって言うから、那覇ってあんま行ったことないから分かんないんだよねっていう風に話をしてて、だからランチやってくれたらすごく嬉しいですね。そうですね、本当に、うん、わあ、ちょっと今日行きたくなってきました、本当に。もう、ぜひ、嬉しいな。そしてこの今回蜂の巣をデザインした、デザインというか手掛けた、はい、ファーストストリートデザインの富山さんですけど、はい、今回この蜂の巣以外にも11月に立ち上げたばかりで、この会社を、はい、蜂の巣が初
仕事ってことですよね。そうですね、ファーストストリートデザインとしては初めてのプロデュース企画という形になります。そうですよね、はい、もうすごい第一弾がこんなに素晴らしいお仕事で本当に嬉しいんです。私的にはすごく嬉しいんですけども、で今回このファーストストリートデザインさんが今後このやっていく会社として、この先ほど聞いたんですけど、はい、ファーストストリートデザインさんは、直接お店のデザインをするんではなく、はい、この何か頼まれた時にこういうところがあって、コンセプトを聞いてこういうところが合ってるんじゃないかなっていうふうに、このおすすめするっていう、はい、要は仲介みたいな感じですよね、はい、私たちの方では設計図とかは、はい、直接は書かないんですけど、うん、デザインプロデュースっていう形で、まあ、請負もやりますし、こちらから、はい、こういうふうな、この有給不動産を遊んでる不動産をこういう企画で、用途を変えていったらいいんじゃないかっていうご提案もしたいなと思ってて、うんうん、すごいです、はい、でその時にやっぱりデザインで、新しくリノベーションしていくっていうことが、また遊んでる不動産をこう有効活用できるかなと思っています。で沖縄で結構活躍しているデザイナーさんとかいっぱいいらっしゃるので、うん、はい、本当に、はい、そういうデザイナーさんのセンスを、うん、前面に出していって、より新しい沖縄らしさ、うん、沖縄らしい建物っていうのができたらいいなと、うん、いいですね、本当にね、本当沖縄ってデザイナーさん多いですよね。そうですね、そうなんです。であとね、埋もれてる感がすごく多いですよね、はい、こんな素敵なデザインなのに、みたいな感じで思うんですけど、それで、今後富山さんはこのいいデザイナーさんの旅に出ると探しに、はい、もう夜な夜な街に出てます。夜な夜な、ね、本当ですよね。やっぱもう歩いて探したり、このつながりで、はい、紹介してもらったりとかっていうことですよね、うんうん、はい、まあ、素晴らしいですよね。ぜひ私も紹介したい方がいますので、ぜひぜひ本当に、はい、もちろんでございます。ということで今日は12月19日今日の夜7時からですね、はい、沖江通り沿いにある蜂の巣というテナントビルの、お披露目会、夜の19時、夜7時から、その蜂の巣で参加費、そしてどなたでも参加できる、参加費無料のどなたでも参加できますということで、ちゃんと軽食とアルコールもご用意してますので、皆さんよかったら沖江通り沿い蜂の巣に夜の7時から来てください。お待ちしてます。今日はファーストストリートデザインのプロデューサー富山さんに来ていただきました。ありがとうございます。夜じゃあ7時にお会いしましょうか、はい、一緒に待っております。楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。では1曲聴いてください。フィフスエレメンツでウェディングソング。
あ、ちょっと待ってください。12月19日月曜日午後1時50分、あ、間違えた、41時49分回りました。あと5分ほどお付き合いください。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、沖縄料理ひとひねり、離れ、日曜祝祭日もやってるよ、ラウンジオンザロードの提供でお送りしました。さて皆様、ミスチーテターヤがあと5分ほどで、終わりになりますけども、あと5分お付き合いくださいませませ。ですね、先ほども告知させてもらったんですけども、今日沖江通り沿いのアグリーメガネの隣にある八の巣のテナントビルのお披露目会だそうです。ミスチーよくここら辺散歩するんですけども、沖江通り通ってる方はね、多分ね、本当に気になるって方いっぱいいると思うんですけども、本当に蜂の巣みたいな感じの作りになってるテナントビルはあるの分かります？木でできた6階建ての、あの木、ちなみにですね、杉の木だって。杉の木すごくない？めっちゃ高級やで。本当に杉の木使っ てあのビル作るってすごいよね、本当にね。とりあえず皆さん後で匂い嗅いでみてください。みすずも匂い嗅いでみますんで。そんな、蜂の巣のテナントビルのお披露目会が今日夜の7時からあります。そしてなんとですね、どなたでも参加できて、そして参加費無料ということで、ちなみに、ちょっとした軽い食事と、あとお酒も用意してくれそうですよ。なんて太っ腹なんでしょうね。もう一回言いますよ。誰でも入れるってよ。誰でも来れて、そして参加費無料で、なんと、軽食とアルコールもつくっていう風に、これ行かなきゃ損でしょ、本当に。本日の夜7時から、オープン6時半からですね、7時から、2時間ほどイベントがあります。そしてですね、なんと、大物ゲストさんがいらっしゃいます。タレントの石田純一さん。わー、すごいですね。皆さん、本当に靴下を履いてるか履いてないかを確認しに来てください。わー、本当に履いてないとか、あれ、実は履いてたみたいな。まあ多分入ってないと思うんですけど。その石田純一さんが、今日の蜂の巣ナイトに、ゲストで来てくれます。そしてこのトークセッションで、くも字にあるバカールのピッツハウス、ピザ屋さんの、代表中村大輔さんと一緒に、トークを、楽しいトークを、世界の食を繰り広げてくれるみたいで、ぜひ行きたいですね。ミッシン8時から仕事なんですけど、ちょっと行っちゃおうかなーなんて、風邪なのにみたいな。風邪を全員に移してやろうかなみたいな。それダメですね。怒られちゃうんで。ちょっとね、鼻声だし、喉もイガイガしてるんですけど、昨日ちょっとお休みしちゃったので、今日は頑張っていきたいなと思ってますが。
皆さん蜂の巣に、蜂の巣ナイトに行きましょうよ。石田純一さんに会いに。ぜひ皆さん来てくださいね。沖江通り沿いにある蜂の巣のテナントビル蜂の巣のお披露目会が今日の夜7時からあります。参加費無料のどなたでも入れますので、ぜひ皆さん仕事帰りにでもちょちょいと来てみてください。お待ちしてます。さてミッチ、風邪をひいてしまいましたが、皆さんはどうなんですか？風邪ひかないように対策してますかね？ミスズは、すごく頑張って対策したんだけども、やっぱり結局、お店が終わってから、本当に行けないんですけど、お店が終わってから寝てしまってですね、お店で。起きたら朝の、8時ぐらいでした。アホやね。ほんとアホだよね。朝の8時にお店で目が覚めるって、この、パッて目が覚めるとさ、見知らぬ天井だよね。まあ、知ってるけどね。お家ではない天井が目について、ああ、ここまたお店だなーっていう、この罪悪感ね。まあ、嫌ですよね。昭和生まれの25歳。本当に嫌になりますよ。もう若くもないのに、そりゃ免疫が弱ってる中、もう風邪も引きますわっていう話だと思うんですけども。皆さんもそんなこんなで、常日頃から気をつけるのももちろんなんですが、遊びすぎというか、この無理しすぎ、無茶しすぎっていうのも本当に気をつけてくださいね。誰かさんみたいになってしまうし、誰かさんも人のこと言えんだろうっていう風になると思うので。受けますね。本当申し訳ないですが。そんな感じで、今日も1時間お付き合いありがとうございます。ミスチってタイヤがそろそろ終わりになります。それでは明日、この時間、お昼1時に、午後1時にお会いしましょう。またん、あちゃーやーたい。